こんにちは、速稼塾の久保です。私は48歳なんですけども、35ぐらいですかね、30代半ばあたりって結構ね、出会い系サイトをねよく使ってたんですよ。でもともと私ね、20代の頃からその携帯電話っていうか PHS が始まった頃から、 PHS の会社がやっている、主催している出会い系サイトっていうのをね使っていて、最初はね健全なとこだったんですよ。本当に単純に出会いをアテンドしてくれて、向こうには本当普通の方がいらっしゃってね、で業者さんとか、いわゆるねエンデリって言われる方入ってなくて、全然この風俗関係ではなかったんですよね。でも最近はね、どうやら、業者が入ってきたりとかね、商売の人が来たりとか、エンデリって言われる自分の意思で女の子がいろんな方と出会う、まあパパ活ですかね、ああいった感じのものが入ってきたみたいですね。で今回ね、なんでこんな動画を撮ってるかというと、私ね出会い系サイトのアカウントがそのまま残ってるんですよ。でたまにね、メッセージが来ましたとか、いいねされましたとかっていう風に、女の方からメッセージが来るんですよね。で当時私がやってた頃っていうのは、35から6ぐらいまでがマックスだったと思うんですよ。まあ、40になってからね、さすがに今の奥さんと出会った時かとかやってないんですけども、まあアフィリエイトで一部やってたところありますけどね。で今ね、どんな方からメッセージが来てるのか夜中にこそっと見てみると、まあこんなことがまだまだあるんだなというところでございますね。ちょっと画面切り替えていきましょうか。画面を切り替えて録画を押させていただくと、こういう風になります。メッセージが来た方なんですけども、まあ、私広島に住んでますんでね、広島県の18歳19歳の方、これ初心者マークがついてるのは登録が今日とか昨日ってことですよね。だから新規の方です。で早速この方からメッセージが来ていて、でなぜか名古屋の18歳から19歳の年齢の方、目が見えてますよね。彼氏と別れて寂しいですみたいなことが来てたりとかね、その下の方では広島の方、名古屋の方、お食事やショッピングなどできたらなと思ってますみたいなね、こうやってねメッセージを添える方っていうのは、まあなんか特徴で言うとね、業者さんっていうことが多いです。メッセージがね、多くの方はメッセージがあると普通の人だと思うんですけども、実はねメッセージも何もなくて、ただこういうふうにね自分のプロフィールだけ送ってきただけの方がの方が、まあ普通の方である方が多いですよね。本当にこう出会いを求めてる方とか、私の対象年齢分かってるはずなんでそういうのをね、40代の方でもいいわっていう方だと思うんですよね。まあ20代の方とか、まあね、18、19の方でも40代ぐらいの 方ですか、年が離れた方好きっていう人いますんでね。まあちょっと下の方行ってみましょうか。あ、名古屋でしょ、こう書いてますね。広島の方が多いですね。名古屋の方も、あ、福山市とかいう方いますね。私今住んでるの福山なんで、これ業者です。はじめまして、よろしくお願いします。仲良くしてくれてるとっていうのはね、メッセージが書いてあるのは基本的に私は業者っていう判断してますね。ね、だからこういうね、写真もね、すごく取り込んでると言いますか、このために撮ってるんですよね、きっとね。介護の勉強している方ね、これで左に出ている広島県の方は本当にこれ普通の家が背景に写ってるでしょ。こういう方は本当に真面目な方だと思うんですよ。で下から俯瞰で撮ってますよね。写真の撮り方としては上の方から撮った方がいいんですけども、だから本当にいろいろ分かんない方だと思うんですよ。いいですよね。まあ好みかどうかっていうのは置いといて、こういう方は誠実だと思います。ああこれはね、名古屋の18歳から19歳の方っていうのは、これは本当に本物の普通の方でしょうね、これね。ちょっとコスプレ的なのが好きなんだろうなと思います。で、下の方、名古屋の18歳、19歳の方で、スマートフォンがちょっと映ってる方、これ、手鏡かなんかに映してるところですね。これもだから普通の方なんですよ。この方もそうですね。メッセージが書いてあっても、業者でない方っていうのはすぐ分かります。顔を隠されてる方とかも特に、ちょっと要チェックかなと思いますよね。まだまだいますね。まだまだ。結構来てますね、メッセージ。ちょっとこの辺にしときましょうか、でも。この辺に。はい。ということでね、40代の私でも、プロフィールがそのままなんで、未婚になってると思うんですよ。でも年齢はずんずん進んでますんで、私の年齢は48歳で反映されてると思います。で、その48歳の私に対して、18、19の女性が今回中心に、いろんなアプローチをかけてきてるっていうのがお分かりいただけると思うんですよ。これね、別に出会い系サイトを使いましょうっていう風な動画ではなくて、ちょっと今ね通知が来たんで、まあ見てみるかと思ってみたら、ちょっと私でもねびっくりというか、稼働してないアカウントでもこうやって来るんだなっていう風なところですよね。
まあいろいろとねあるもんですね世の中。まあ私はねアクセスすることはありませんけども、通知が来るだけでね、まあなんですかね、何なんでしょうね、いろいろ起きますね世の中ね、ということで単なるそういうことがあったというね日常みたいな動画でございました。特にこれによってあれをしましょう、これをしましょう、これはダメですよ、あれはダメですよっていうつもりはありません。こういう現象があったというね日記程度の報告でございます。それでは失礼します。